畑で人参にコブができたりとか大根に黒いポツがついたりするのは線虫の仕業なんだけれども、ね、その対策についてお話ししたいなと思って動画撮ってるんだけど、ね、観光農法では線虫はね全部悪いものだと思ってるのかな、わかんないけれども殺線虫剤っていう薬をまいて一網打尽にするみたいだね。だけどもね、覚えておいてほしいのは線虫ってね自活型と寄生型の2つあるのよ。大別してね、自活型っていうのは自分で菌類とかなんか微生物を捕まえて食べてっていう生き物、線虫なのね。これは土作りに実はすごく有益な生き物なのね。だからできれば生きてほしいのよ。で、問題となる病気を出す猫ブとか根腐れとかそういう線虫はね、寄生型線虫だから植物の根っこに寄生して、ね、それを吸収した時に病気を移してっていうような線虫なのね。で、実は自活型、害をなさない自活型の線虫の方が圧倒的に多くて、害をなす寄生型の線虫っていうのは実はすごく少ないと。何パーだかの割合だかはちょっと忘れたけれども、とにかく少ない。害なすやつはもう 5% 以下とかそんなもんじゃなかったかな。9割以上は、ね、有益な害をなさない線虫なのね。それをね、土作りにすごく味方なのに殺線虫剤で一網打尽にしてしまうのはもったいないの。じゃあどうするのっていう話で、これはちゃんと有機農業でも技術としてあるんで今日そのお話しします。で、一番俺がおすすめしたいものはね、これ米ぬか。米ぬかね、また米ぬかかよって思うぐらい米ぬかいっぱい出てくるんだけども、この米ぬかを撒くと土の中でまず乳酸菌が増えるのね。分解早くて、その乳酸菌が爆発に増えた時に、その乳酸菌を自活型線虫、土作りに有益なやつが食べるの、乳酸菌を食べる。で、その自活型線虫の老廃物に含まれているのがアンモニアなんだけど、このアンモニアの濃度が上がると寄生型の病気を出す方、ね、根腐れとか猫ブとかそういう線虫にとっては居心地が悪い環境になるのね。で、生息数が減っていくっていうやり方があるのさ。米ぬかをまくっていうことは、ね、土作り、乳酸菌が増えて、自活型線虫がそれを食って、自活型線虫の老廃物、まあ、要はうんことかおしっことやね。それが、寄生型の線虫にとっては嫌だから、ね、まあ、それが、そのアンモニアの濃度で死んでしまうのか、どうなのかは、ちょっと覚えてないけれども、とりあえず生息数が減っていくっていうことで、米ぬかっていうのが、猫ブ線虫、根腐れ線虫を防ぐのに使えるということなのね。すごくいいんだよ。だから有機物を、ね、分解するのに、通路に有機物敷いて、米ぬか巻いてくださいって俺喋るんだけども、あと堆肥に米ぬかも入れれば分解早くなるから、ぜひ米ぬかも入れてくださいと。土の中にも巻いておいてくださいと。残った有機物とかも分解してくれて、土をどんどん作ってくれる。米ぬかすごくいいものだよって、動画で話してるんだけれども、実は、線虫で、ね、人間にとって都合のいい線虫が増えて、都合の悪い病気を出してしまう線虫の数を減らすことができる。ゼロにはできないよ。ね。ゼロにはできないけれども、そういうふうに減らしてバランスを整えることができる。それが米ぬか。だからすごくいいんだって、本当に。ただ、入れすぎはダメだよ。ね。入れすぎた、プラス、深く埋めちゃった。で、そうすれば、嫌気的な状態、空気が足りなくて、酸素が足りなくて、嫌気、性の微生物が増えてガスを出して根っこにダメージを与えたりするっていう恐れもあるから、浅く耕す、もしくは通路の上、空気に当たった環境に置く。で、耕した後、すき込んだ後は3週間から4週間ぐらい置いて土になじませてから分解をしてから、物を植えるとかやってほしいなって思います。それでもう一つがマリーゴールド。マリーゴールドの根には線虫をね、死滅させる成分があるらしいんで、ね、出してるのかな、分泌してるのかな、寄生して死ぬのか、それとも分泌してて土の中で死ぬのか、そこはちょっとわからないけれども、マリーゴールドの根からは分泌されてるんで、それを植える、マリーゴールドを植えるっていうことが、また一つ線虫対策になります。だから人参とか植える前にマリーゴールドを植えて、線虫の、要は寄生型の線虫ね、悪さする線虫の密度を減らしてから人参を巻いて植えるっていう栽培体系もありますんで、そういうやり方、もう一つ取り入れてほしいなと思います。だから、もうマリーゴールドはね、土作りもなるじゃん。土にすき込んで有機物の補給にもなる。で、またまあ、
植えておけば、一部植えておけば景観にもいいと、花が咲いてっていうこともあるんで、そういうやり方もあるんで、狭い家庭菜園の中だったら、例えば畝の真ん中にマリーゴールドを植えて、その脇に2列ずつ2畳植えで、人参を巻いておくとか、そういう形でやってもいいんじゃないかなと思う。まあでも栽培の前にやればいいから、うん、まあ春先にマリーゴールドを植えて、それが終わったら取って、で耕してまた人参植えるっていう形がいいのかな。うん、そういう感じでやってもらえれば線虫の密度は減らせるんで。で振り返れば、米ぬかとマリーゴールド、米ぬかは、まあ、見せるかね、ほら米ぬか、これはね土の中の乳酸菌を増やしてくれて、乳酸菌を自活型線虫、害のない、害を出さない、そういう土作りにすごくいい、そういう線虫を増やして、彼らの老廃物出したものがアンモニアが多くて、アンモニア濃度が増えて、寄生型の害をなす線虫の密度が減らせるということで、米ぬか、まあ、これはね土作りにもすごく使えるから、まあ、毎年巻いてもいいんじゃないかなって思います。特に人参とか大根とかさつまいも、まったかな、根草でね、そういうのやるっていう 人はそういう場所に巻いておくのもいいかもしれない。でマリーゴールド、これの根からは線虫を死滅させる成分が出てるんで、それを使って線虫の密度を下げてあげる、これで線虫の被害だねを防ぐこと、低減することができると思うんで、そういう自然の力も使ってやってみてほしいなと思います。でね、一つ最後途中言わせてたんだけども、線虫ってさ、自分で移動するのが苦手らしくて、水に乗って流れていくと、傾斜あるところだったら水下に流れるじゃん、それに乗って移動して下の方に線虫の密度が上がってるっていうことがあるんで、そこに集中的に米ぬかとか、マリーゴールドを巻いてみるっていうのも手だと思う。まあ、実際そういう風にやってる人も見てきたんで、被害の出方もやっぱ違った、傾斜の上と下で。だから、まあ、傾斜のない畑であればどうしても水たまりができるところってあると思うのね。でそういうところ、もしかすると線虫集まってるかもしれないから、そこにマリーゴールドを植える、米ぬかを巻いておくとかね、そういう対策をするだけでも変わってくると思う。まあ全体に巻いてもいいけど、巻けばいいと思うよ、米ぬかね。あと休ませるっていうか、植えることが、植えるまで期間が空くっていうんであれば、マリーゴールド、マリーゴールドは花が咲かないエバーグリーンだったかなっていう品種もあるんで、そういうのでやって緑肥としてすき込んでしまうっていうやり方もあるし、ね、やり方は無限大にあるんで、やってみてほしいなと思います。ね、だからね、最初喋ったけれども、線虫の多くは土作りにとって有益な自活型線虫だってことを覚えておいて、殺線虫剤を、で、一網打尽にする前に思い出してほしい。そういうことをね。だから、生かすものは生かして、害のあるもの、俺たちにとって都合の悪いものを減らす方法、米ぬかとマリーゴールドを使うっていう選択肢、頭の中に入れといてほしいなと思います。